新年明けましておめでとうございます。森永製菓です。今年は皆さんに年賀状が書けないため動画での挨拶をさせていただきます。あ、新年と言えばの初夢、皆さん見ましたか？私は去年も見れてないので今年こそはと気合を入れて寝たところ、やっぱり残念ながら爆睡をしすぎて見れませんでした。皆さんはどんな2013年でしたか？私にとって2013年はいろいろ初の年でした。ダンスをしたりギターをしたりボイスレッスンをしたり塾をしたり、いろいろ初なことをやりました。あ、でも塾は2回目でした。あと動画投稿もしちゃったりと初でした。あ、ダンスの動画皆さん見てくださいましたか？4週目のダンスでの成果です。まだ見てないっていう方も全然上手ではないんですけど、ぜひ見てくださったら嬉しいです。2014年はどんな年になるかすごく楽しみではなかったです。受験生でした。勉強だらけで全然楽しくないと思うんですけど、自分なりに楽しんでいきます。あと全なんかすごい変なブログなんですけど、これからも森永製菓のブログ皆さんと楽しんでいけるように書いていくので、ぜひぜひ遊びに来てください。最後に大喜利選手権、1月3日までどんどん受け付けているので、ぜひぜひ投稿してください。皆さんの投稿すごい面白くて、もう一人でもう自分の部屋で爆笑しちゃって、ちょっとうるさいって言われた時もあったりしちゃって、でもすごく面白くて皆さんの見るの楽しみなので、まだまだ参加してないという方もぜひぜひ投稿を待ってます。発表は1月5です、5日です。では森永製菓でした。良いお正月を。バイバイ。